f n r s 三はフランス海軍のバチスカーフである。スイスの物理学者、オーギュスト・ピカールによって開発された、世界初のバチスカーフである f n r s 二を改造して製造された。f n r s 二は九百四十八年十一月三日にベルデ・ミサキ諸島付近で無人先行実験を行ったが、フロートの損傷などのため有人先行実験は、 実施されなかった。その後、スポンサーである、ベルギー国立科学研究基金は、FNRS-2 のフランス海軍への売却を決定した。1950年3月に協定が結ばれ、FNRS-2 は FNRS-3 と解明された。当初、オーギュスト・ピカールは、相談役として、フランス海軍の作業に協力していたが、後に離脱し、 息子のジャック・ピカールと共に、イタリアのトリエステで、別のバチスカーフの建造を行うことになる。丁長には、フランス海軍少佐ジョルジ0王が就任した。1954年2月15日、ウオト技術者のピエール・ウィルムは、ダカール沖160海里の大西洋で水深4050メートルに到達し、ピカールのトリエステによる、先行記録を900メートル突破した。 1958年には、朝日新聞社の講演のも日仏合同の日本海洋学術調査のために、日本を訪れ、6月14日から8月11日に、かけ、9回にわたり金火山沖、野島崎沖、相模灘などで先行を行った。日本側からは、朝日新聞の草加実を、東京水産大学の佐々木忠義、新野博士、熊堀武春、久保一夫 農林省水産講習所の千葉拓浦が参加した。6月20日の2回目の選考では、金華山沖の北緯37度46分、統計143度7分の地点で、水深3000メートルまで先行し、毎秒2センチメートルの海底流が存在することを発見した。また、7月30日に野島崎沖島南東25キロメートルの地点で行った潜水調査では、 深海産卵層とマリンスノーが密接に関連していることを明らかにしている。ありがとうございます。